おはようございます。トガシ TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。2018年11月6日火曜日の朝でございます。で今日も船橋市地方卸売市場にやってまいりました。ということで朝ごはんを食べたいと思います。はい、何を食べたいかは決まっております。カキフライが食べたいわけでございますが、カキフライはですね、船橋卸地方卸売市場結構いろんなところでカキフライありますので、まあ、どっかのお店で入りたいと思います。昨日千葉方面に用事がありまして、千葉の地方卸売市場に行って朝ごはん食べたんですけども、カキフライあるかなと思ってたんですけどもなかったです。船橋地方卸売市場にはどこのお店にもカキフライが結構ありますんで、千葉の地方卸売市場にもあるかなと思ったんですけどなかったわけですね。それなんで今日はどっかでカキフライいただきたいと思います。まあ、大体どこに行こうっていうのはもう決まってるんですが、行きたいと思います。しかしもう11月に入りましてですね、だんだんこの半袖では少し肌寒いかなというような状況なわけですけども、まあ、朝ごはん食べに来ただけなんで、まあ、その辺は気にせず食べていきたいと思います。今回は大野屋食堂さんに行きました。入り口はこんな感じになっております。写真付きのメニューも貼ってあって分かりやすいです。生物なども置いておりまして、お刺身定食や海鮮丼などもあります。お店の中の雰囲気は昔ながらのザ食堂といったような雰囲気になっております。今回は予定通りカキフライを注文しました。カキフライが6ピース入っております。定食ですのでご飯がついておりまして、小鉢、お漬物、お味噌汁がついております。レモンがついておりましたのでレモンを絞っていきましょう。ソースを先にかけるかレモンを先にかけるか、まあ、特に迷ったわけじゃございませんが、レモンを先にかけてこの後ソースをかけていきましょう。この出過ぎないような感じに、いい感じにこの押し具合で調節できるソースの入れ物、これがまた昔ながらの趣があっていいんじゃないでしょうか。ソースがかかり終わりまして、これで食べていきたいと思います。まずはお味噌汁を飲んでいきました。味の濃いめのお味噌汁でご飯が非常によく合いました。さあ続きましてカキフライ食べるのかと思いきや、お漬物のきゅうりを食べまして、この後ここでグッドポーズをしましたね。グッドポーズしてこの後カキフライ食べていきたいと思います。もうさ、何のためにか分かんないけど小鉢を移動しまして、この後食べていきたいと思います。早く食えよって感じなんだけど、カキフライ食べて美味しかった。やっぱりこれにご飯がよく合います。このご飯に味の濃いめの味噌汁、これがやっぱりよく合うんです。そしてグッドポーズ、きゅうりのお漬物も食べていきましょう。いやー美味しかったです。でこのからしをちょっとかきフライにつけまして食べていきたいと思います。味がこう引き立つような感じでからしをつけると一層美味しくなります。小鉢の切り干し大根でございます。こういうのがねちょっとだけでもついてるとすごい嬉しいんですよね。でこの切り干し大根もご飯の上にしっかりと汁を落とすような感じで食べまして、その汁が落ちた部分のご飯、これがまた美味しいんです。キャベツも食べていきましょう。キャベツにもソースをかけておりまして、このキャベツにソースをかけると甘みが引き立つような感じで、なんとも美味しさが引き立ちます。しっかりと映るようにお皿を斜めにしまして、これでポテトサラダ食べていきたいと思います。本当にサクサクに揚がってますので、この後カキフライを食べた時のサクサクっていう音を聞いていただければと思います。ちょっと聞こえなかったかもしれませんが、サクサクに揚がっていてすごく美味しかったです。とにかくうまかった。これ朝の今編集してるわけですけども、また食べたくなってきましたカキフライ。いやー、味噌汁にもですね、豆腐とわかめが入っておりまして、具も多めに入っていて美味しかったです。またキャベツを食べていきましょう。ちょっとですねこれキョロキョロしちゃってるんですけども、まあ私いつもキョロキョロしちゃってるんですけども、なんで今回キョロキョロしてるかというと、ちょっと誰とは言いませんけども隣の席に女子プロレスラーの方2人いらっしゃいまして、ちょっと気になってしまいました。でまたカキフライ食べる、まあ、またカキフライって言ってもそれはカキフライ定食を食べてますんで、カキフライをいっぱい食べるのは当たり前なんですが、このカキフライが本当にサクサクで美味しいです。
甘めの小鉢もご飯によく合いまして、キュウリも食べていきましょう。おっと危ねえ。ということでスローモーションで見ていきましょう。キュウリが取れなかったので取ろうと分けたところ、ポッとお皿が落ちそうだったけどギリギリセーフということでございます。このキュウリも食べていきまして、まあ同じことしか言ってないからね、これでいいのかなと思うんだけど、この繰り返しでございます。ご飯食べてカキフライ、カキフライ食べてご飯、そして途中で小鉢の切り干し大根食べてご飯、キュウリを食べてご飯といったところでしょうか。たまにはアップでカキフライも移しておきましょう。これを食べて美味しいわけですが、やっぱりね、唐辛子 TV としてはちょっとソースが足らなかったかなと、味が濃いのが好きなんで再びソースをかけまして食べていきたいと思うわけですが、中身はこんな感じになっておりましたというのを移しました。最近かなり朝ごはんをしっかり食べてるわけでございますが、朝ごはんをしっかり食べれるこの幸せさを感じながら食べております。カキフライにご飯、これを食べたら一日頑張れそうということになります。ということで今回は船橋市地方卸売市場大野屋さんでカキフライ定食を食べた時の動画でした。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。グッドパーザー。はい、ということで行ってまいりました。今日は大野屋食堂さんに行きましてカキフライ食べてきました。美味しかったです。6個入っていましたね、カキが6個で、ご飯と小鉢と味噌汁がついてまして、でカキフライのところにはポテトサラダとキャベツがついていて美味しかったです。いやー、もうね、この時期になったらやっぱりカキフライ食いたいなっていう感じがすごいしてたんで、食べれてよかったです。ちゅうかもね、まさかの昨日食べれなかったっていうのがすごい意外な展開だったんで、今日は食べれてよかったです。やっぱりね、カキフライ食べるとこの時期のあのカキの柔らかいところに衣のサクサクっとした感じで、こうそこにソースがあってですね、本当にこのカキをフライでコーティングして、そこにソースをかけて、それを口に入れ、そこにご飯を入れて食べると、それが美味しいんですよね。最高でした。特に大根屋食堂さんの衣はね、こうパン粉がね、こうなんていうんだろうね、細かめというよりは粗めなんですよね。それがまたいいんですよ。美味しかったです。ありがとうございました。美味しかったです。どうもありがとうございました。グッドポーズ。